中山競馬場第1レースは京成杯オータムハンデ、体勢整いスタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ナミとシャイニーをお互い様子を見るようにして出てきました。少し遅れてフォンラッシュ、外よりライン目並ぶように打ち、ウィンメイケスと外の方からノーゼンローリエ、その後ろインダスコリア、ぴったりと内を回ってアフコンダモンダ、メイヨンシンタケ、この位置から内にいるのはミヒューヨン、しんがりからミッキー・ミランテ、こういった体勢です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在ナミッ、鞍上との息もぴったりのシャイニーロ。さあ 3,4 コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はナミッ、リードは2馬身、2番手追走はシャイニーロ、そして間からミッキー・ブリランテ、ライン目差を詰めてきた、そして間からミッキー・ブリランテ、ウィン・メイケスと差を詰めてきた。ここから激しい位置取り合戦、ここから勝てばどういう展開を見せるか。フォルラッシュ6番手まで上がってきたシャイニーロ、現在2番手ライン目上がってきている、外からシャイニーロ、残り200、これは大激戦、横一列、ここでソングラッシュ、先頭はソングラッシュ、ラインベック、シャイニーロック、上がってきたソングラッシュ、1着でゴールイン、1着ソングラッシュ、続いてラインベック、そして3着にボーセンローリエ。勝ちタイムは1分33秒0、勝ったのはソングラッシュ。